どうも、速稼塾の久保です。今ね、私の住んでる町では福山アニメっていうね、アニメの祭典がやってるんですよ。で、今行ってきまして帰ってきました。宇宙戦艦ヤマトとかガンダムの映画の監督をしてらっしゃる羽原信義監督が、実はね、私の高校の先輩でございまして、7期ぐらい上なのかな。まあですんで、一回りちょっとね違うんですけども、自分の出身校の中にね、そういうふうな、そのアニメ界を代表するようなね、監督が出ているっていうのは一つ誇りですよね。まあですんで、陰ながらそのイベントに参加して、まあ応援っていうんではないんですけどもね、私も楽しませてもらってるんで、応援っていうことではないんですけども、まあ宇宙戦艦ヤマトのね、艦長のコスプレをしながら、格好をしながら、毎年参加させてもらってるっていうことでございます。考えてみたら、私の人生ってのはまさにね、コスプレ人生ですよね。うん。ナイトライダーっていう映画があれば、それになりきって車まで買ってしまうというね、ナイト2000まで買ってしまったということもありますし、それからですね、ガンダムのシャア・アズナブルの格好でね、YouTube を撮ってみたりとかね、映画を撮ってみたりとかっていうのも、まあ、公開してるわけではないんで小規模ですけどやってみたりとかね、それからネットビジネスですよね。ネオヒルズ族っていうのが昔ありましたけども、私もね、なんかちょっとね、コスプレめいた形で、広島ヒルズ、速稼塾っていうのを始めて、まあ、一定の結果を得たかなというところでございます。というところでね、まさに人生ってのは何になりきってやっていくかってことが、その場面その場面であるのかなと思ってるんですよ。うん、だから、ね、なりきれない人生ってのは、ある意味自分を守ってるのかもしれませんけども、まあ、私向けではないかなと。私はいつもね、誰かになりきって、誰かの分身のように活動してきて、丸々その人をコピーしてとまでいかないんですけども、なるべくね、再現性高く演じてきて、まあ、結果を出していきたいなというところでございました。それでね、今回、吉谷さんが、綺麗事をテーマにちょっとね、お話しされていて、まさにね、綺麗事に対して、唾を吐く人っているんですよ。お前の言ってることは綺麗事だと。はい、そうなんですよ。私ね、綺麗事と汚い事って分けるとすると、綺麗事の方が好きなんですよね。まあですんで、綺麗事が嫌いな方ってのは、汚い事が好きなのかなっていうふうに解釈してるんですけども、皆さんいかがですかね？吉谷さんは、吉谷さんのね、この前メッセージを前回の動画で受け取ったんですけども、私はね、綺麗事が大好きなんで、なるべく綺麗事に自分の精神とかね、それからライフスタイルとか結果をフォーカスしていきたいと思ってるんですよ。まあですんで、家庭を作る時でも、もう本当にね、もうなんていうんですかね、綺麗事家庭ですよね。それも心から楽しめるような感じです。しょうがなく演じてるんではなくって、まあ奥さんに対して毎日ね、まあ愛してるとかね、可愛いとか美しいとかね、それからプレゼントを送ったりっていうのは日常茶飯事なんですよ。全然そういうのは恥ずかしくもないですし、心から思うんでそれをやりたいと思ってるんですよね。で、私の動画を見てる視聴者さん一人一人に対しても、コメントをいただいたら必ず返すようにしてるんですよ。まあ、コメント漏れてたらすいませんけども、何通来ようが何百通コメントが入ろうが必ず返してると思います。時には動画にまでして返してると思うんですよ。それはですね、一人一人の思いをしっかりと受け止めたいからなんですよね。もちろん、アンチの方が何かね、ちょっとこう気に障るようなことを書いたとしても、それをいいように解釈したりとか、自分の解釈はその方とは違うけど、こういう思いでやってるんですよっていうふうに返してるつもりでございます。もちろんね、限度があります。あんまり会話のキャッチボールしてもしょうがないなと思ったら、一回半ぐらいでやめますしね。キャッチボールをして、お互いに快適になる。喜びを分かち合えるなと思ったら何回でもやり取りします。最近はね、朝のライブ放送に、日高さんっていう方がね、ほんとここ1ヶ月2ヶ月ずっと来てくださって、私のライブ放送とミスマッチして、もう見れなかった時ってのは悔しいみたいな感情をね、持ってくださってるみたいで、本当に嬉しいなと思いますし、まだお会いしたこともないですし、その日高さんのお顔っていうのはね、私も拝見したことがないんですけども、もう十分なんですよ、気持ちが伝わるのが。YouTube っていうのは確かにね、コメント欄と放送だけで、信頼とか友情っていうのを分かち合えると思うんですよ。私はそう思います。でも、うん、こう言ったらまたね、反感を買うかもしれませんけども、コミュニケーションレベルの低い方とか、コミュニケーション能力の低い方っていうのは、やっぱり人間と人間は合わないとねっていう風になっちゃうんですよ。もちろん、会って最高のコミュニケーションが達成できるんだったら、そちらの方が素晴らしいと思いますけども、私の場合は、お会いしてもコミュニケーションしっかりと結べると思いますし、会わなくても、こういう風なメールだけでもね、信頼関係を結んだりとか、メールだけでも商品を販売したりとかね、メールだけでもお金のやり取りができたりとか、それからメールだけでも、数年数十年という付き合いをやってきてるんで、そんなに捨てたもんじゃないなと思うんですよ。とにかく、綺麗事ばかりですけども、そのテクノロジーを駆使して、それがね、電話であろうと、実際に新幹線に乗って会いに行くことであろうと、インターネットを通じたこうやって動画放送であろうと、
コミュニケーションがね、その今置かれているテクノロジーを駆使して達成できる、信頼関係というところに達成できるんだったら、私はどんな方法でもいいと思うんですよ。まあそれがね、やっぱりインターネットが苦手な方もいるんで、一概には言えませんけども、やっぱり直接会ってね、顔触れ合ってとか、そういうのはあると思います。確かに膝つき合わせっていうのはあると思います。でもそうじゃなくても、信頼関係をちゃんと結べる人の方が、私はね、時代向きかなと思いますし、未来向けかなとは思うんですよ。これもまさにね、綺麗事でございます。これはね、完全に相手を信頼してないとできないんですよ。裏切られても全く恨みに思いませんとか、自分が選んで自分の意思でその方を信頼したんだから、その方がとんずらこいだって全然構いませんっていうね、綺麗事の塊じゃないと、この信頼関係、一方的な信用っていうのはね、できないと思います。一方的な信用が双方に生じた時に、強い相互信頼関係っていうのが生まれると思うんですよね。だからそれはね、相手が信頼してくれたから自分も信頼するみたいなバーター取引じゃないんですよ。相手の気持ちはどっちでもいいと。自分はこの人を信頼してるんだから、それでいいんですっていうところまで性善説に寄っていかないとできないと思うんですよ。これがだから私の綺麗事の究極ですよね。相手の気持ちがどっちに向いていようと、自分が例えばね、大好きな人に全てを捧げられると思ったら、それで捧げちゃうんですよ。だから、極端な話ですけども、自分の好きな女の子がいてね、その女の子が誰を向いていようと、自分の好きな気持ちとか貢献したいっていう気持ちは表現できると思うんですよ。その女の子が幸せになるんだったら、それを自分の手で行わなくても、誰かの手によって幸せになるんで、も結果的に幸せになったら、よかったねと思えるようなね。まあそんな綺麗事を思っていますね。まあそういうことをね、今の奥さんに話したらね、まあさすがに悲しいと言われたんで、いや、俺の力で幸せにしてやるぜ、みたいなこともあるし、その方自身のね、女の子自身の、奥さんですけどもね、奥さん自身の幸せのパワーっていうのもあるんで、そこをうまくコネクトして、今はね、本当に楽しく家庭生活を送らせていただいて、まあよく言うんですけどもね、僕らは世界一幸せな家庭を作ったねとかね、それを言うことっていうのはまさにその方の選択を肯定することだと思うんで、大好きなこれはね、綺麗事なんですよね。でも本当にその心から思ってるんですよ。誰かと幸せとか家庭の形っていうのを比較するもんではなくて、自分が勝手に幸せだと思えばそれがマックスの幸せですからね。で、そういうふうにして私は家庭ってものを考えてます。ちょっと話を戻しまして、ビジネスの方にちょっとこう軸を変えていきますと、結局はね、誰に嫉妬されようと、誰に褒めたたえられようと、それは付随的なものであって、自分が自分の人生の一番のファンであるってことがすごく大事だと思うんですよ。それこそね、どんなに落ちぶれても貧乏でも惨めでも、でも自分の人生で良かったと思えるようなものを見つけられるんだったら、その人生は本物だと思うんですよ。でもね、自分の人生本当にこんなはずじゃなかったとかね、もうデタラメだとか、もう逃げ場もない、どうしようもない、もうどうにでもなれみたいなね、自暴自棄になってしまえば、それは残念ながら自分の人生をね、逃してると思うんで、修正して本来の人生に戻していく、言っていただきたいかなとも思うんですよ。そのために私がお伝えできるのは、動画を通じてビジネスですとかお金の問題解決ってものをね、常にこう、伝え続けていくこと。毎日のように。まだお金に困ってる人がいる。まだね、ローンに、本当に人生潰されてる人がいる。まだ、ビジネスが構築できないでいる人がいると思ったら、それはね、速稼塾の塾生だろうが塾生ではなかろうが、どっちでもいい。自分の動画放送によって何か新しい発見気づき、新しい運命をね、手繰り寄せてほしいという思いでどん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 発信してます。ただ残念ながら、速稼塾の塾生になっていただけると、塾生になった人が私に意識をね、かなり向けてもらえるんですよ。その塾生である塾生でないっていうのは、私から見るよりも、速稼塾に入ったか入ってないかっていう、その人自身の問題なんですよね。よし、速稼塾入ったからよし、全力でぶつかっていくぜってなるのか、速稼塾入ってないからなんか申し訳ないなって思うのか、それとも速稼塾入ってないけども、ずうずうしく行くぜって思えるのかっていうのは、その人の問題なんでね。私はね、あなたは塾生じゃないから、ダメですっていうことは一回もないんですよ。一回もないですし、本当にどっちでもいいと思います。どっちでもあなたの人生が救われるんだったら、塾生だろうが、塾生ではなかろうが、どっちでもあなたが幸せになるんだったら、それに越したことはない。この人類社会の中で一人でも多くね、一人でも多く私の目の前で自分の本来の人生を取り戻してくれるんだったら、もう全くそれはね、私の売り上げとか収益とか、そんな関係なく私は喜べるんですよね。それは本当の綺麗事なんですけど、本当の本心なんですよ、それが。まあ、ですんで、これからもね、遠慮なく私の動画、批判、批評、お叱り、褒め、讃え、何でもいいですけどもね、いろんな感情を感じてほしいなと思います。この億万長者合宿シリーズのやり取りの中で、確かに、ね、億万長者合宿ってのは去年でしたっけ？開催して、もういくつだか忘れましたけども、去年の4月だったかな。もう1年半ぐらい経ってるんですかね。確かにね、私は課題を出しました。億万長者合宿の中で、メインの課題です。
もう本当にね、私の1万人のアカウントの中であなたを紹介するんで、あなたの商品を用意してくださいね、と。これを、もう課題として、そして特典として設けたんですけども、残念ながらね、私の対談の中で、その私の1万人のアカウント、この YouTube の放送の中で、明確に自分の商品を発信できた人はこれいないんですよ。億万長者合宿ってものに意を決して参加してる中でも、参加した人の中でもそうなんですよね。で、私はね、そこでちょっと厳しいんですけど言いました。今後、あなた方の人生の中で、1万人以上の YouTuber さんが、無料であなたを YouTube の番組の中で紹介してくれるって機会は一生来ないですよと。すごい機会を逃したんですよ。だから、しまったと思うんだったら、これからね、もう、私のアカウントを凌駕するような勢いで、ちょっとこうね、頑張ってほしいなってことをね、伝えたんですよ。一語一句同じ言葉ではないと思いますけど、私はそういう気持ちで、その時葉っぱをかけました。うん。あれ？誰か来ちゃったね。さあ、どこまで話しましたっけ？もうね、これね、動画つなげたんでわからないと思いますけども、20分空いてて、他の話したら、すっかりね、忘れちゃいました。まあ、億万長者合宿ね、参加した方でも、その、まあ、すごいチャンスを生かしていない。しかも、お金を払って、遠方から集まったのに、そのチャンスを意識されていなかったってことなんでしょうね、きっと。一体何がね、自分の人生の優先順位なのかなっていうふうに、本当にね、疑問に思いますね。うん。だから、次回ね、億万長者合宿に、もしね、参加する方がいるとすれば、うん。もしくは、吉谷さんなり私のプログラムに参加する方、もうその他のプログラムでいいですよ。これ自分次第なんですよ。確かね、この億万長者合宿のやり取りの中で、合宿の直前なんですけども、なんかね、億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかって質問があったんですよ。でも現実はこうなんですよ。参加した人がただね、参加してるだけじゃなれませんよ。参加した人が、きちんとね、やることをやらないといけないんですよ。やることをね。それがね、私の YouTube チャンネル、私の育てた YouTube チャンネルの中で、話すこともできない。商品すら紹介できないんだったら、もう協力のしようがないですよ、これは。だからね、その辺もね、やれば何かができるんですけども、やらなければ何もできないっていうことをね、これからお金持ちになっていきたいとか、何か人生でね、マイナスからプラスに転じたいという方は、やっぱり意識する必要があるのかなと思いますし、吉谷さんがね、ストレートで大学まで行けたのも、卓球というものがあったからなんですよ。でもこの卓球ってものすらなければ、どうにもならなかったと思います。で、私もね、大学まで行きましたけども、偶然です、これは。偶然なんかね、知らないけども、代々木ゼミナール行って、大学受験の突破の方法を教わって、その通りにやったら最小限の勉強時間で通ったということだけなんですよね。ですから私はどちらかというと、誰でも通るような平均的なルートで普通科の高校を出てね、受験勉強、受験攻略をしたら通るみたいなね、確率の問題で通ったと思います。吉谷さんはね、やっぱすごいですね。で、ちょっと今回の動画のまとめかなんかわかりませんけども、オチとしてはね、実はね、中学、高校、大学っていうのは、一芸入試っていうのがあって、その中で、私の身近な例で言うと、三味線とか民謡っていうのをやるとね、特待生入学っていうのがあるんですよね、これね。うん、どこの高校もどこの大学もやってるとは限りませんけども、文化庁が推している、古典文学ですか、日本特有の。これについては特典があるんだなってことが分かりましたので、もうちょっと詳しくね、人に話していける程度までは、分析しないといけないんですけども、例えば私の息子がストレートで大学に行くとすれば、多分三味線の推薦でしょうね、きっとね。これはね、他の方が気づかないルートなんで、例えば、中学から1名だけ推薦で三味線推薦しますよって言っても他の生徒さん多分知らないんで、うちのだけがね、入ると思いますし、高校生になった時に三味線推薦の人って言われても他の人はやってないし知らないと思いますね、そんな制度。うちのだけが受験とか関係なく一発でね、高校3年生の春ぐらいに、あ、もうね、大学の内定決まったんだよって言うからね、プラプラ遊びながらね、高校の3年生をずっと楽しむかなと思っちゃいますよね。だからね、まず知ること、そして知ったらそれをやること、これ以外に、道を進む方法はないのかなと思っちゃいます。まあ、綺麗事っていうテーマからだいぶ離れましたけども、今回の動画のオチとしては、そんなところですかね。吉野さんね。じゃあ、吉野さん。福山アニメ、楽しかったんですけども、明日もあるんで、明日も行ってきます。明日は、スターなんとか、クルセイダーズ、ジョジョです。明日はジョジョのゲストが来ますんで、もうね、やれやれだぜ、行ってきますよ。やれやれだぜ。やるやるだぜ。いってらっしゃい。